岩川新聞は、日本の都市計画学者。専門は、緑地保全学、都市防災、東京都に生まれる、東京大学農学部を卒業した。1958年に建設省に入場し、関東地方建設局国営公園事務所に配属される。以後、同工無課長、都市局公園緑地課長補佐、建築研究所都市防災研究室長。 同大六研究部長などを歴任した。退官後に、明治大学農学部教授となる、公園防火性能評価マニュアル、火災危険評価算定式など考案した。また、都市における樹木体による防火防災効果についての研究や、その普及活動を手掛けた。論文、都市における樹木の防火機能に関する研究で、昭和58年度日本造園学会賞。 研究論文部門を受賞した。1988年には、第10回日本公園緑地協会、北村賞を受賞した。館長や、大学外での役職として、地域安全学会理事、福祉都市計画審議会委員、日本公園施設業協会の調査委員会委員長、環境再生保全機構入札監視委員会委員、日本造園学会総務担当上無理事、 都市計画研究所顧問などを務めた。福祉市からは2012年に表彰を受けている。3. 防災系緑地の充実に向けた視点と展望から、国土交通省、防災系統緑地の計画手法に関する技術資料、ハット a b 樹木の防火効果日本財団図書館、都市における樹木の防火機能に関する研究、建築研究報告ナ、no. ンバーワン05、 建設省建築研究所、1984年1月、日本造園学会賞昭和58年度受賞者、一覧日本造園学会、北村賞受賞者一覧日本公園緑地協会、地域安全学会の20年、地域安全学会設立20周年記念誌、2006年、企画調整か不支し企画調整課仲良く遊ぼう、安全に日本公園施設業協会 ABE、 平成18年度業務実績報告書資料編から環境再生保全機構2007年6月総務係副さし、ありがとうございます。